どうも毎度です。ニックです。いや、今日はねちょっと暑いっすね。今ね、どこ何時かな、夕方のっていうか夜の7時前ですね。もうね7時前。まあこっちはねサマータイムっていうか夏時間になってるんで、まだ日が全然明るいですけどね、7時前です。っていうのもね、仕事終わって、まあ家でちょっとこちょこちょなんかやってたんですけども、あんまりね天気がええんでね、まあ、ちょっと乗ったのかいみたいな感じで出てきましたけども出てきたらいいんですけどね、やっぱ夕方でねちょっと混んでるんでちょっと泣いてます。はい、まあでもね、まあせっかく出てきたんで、まあどっかに行こうかなと思ってるんですけども、っていうか、まあね、これからまで家帰って晩ご飯とかせんとあかんので、そんな遠くは行かれへんですけども、とりあえずね、ペットでね、まあ蛇をね、飼ってるんですよ。まあ蛇って言ってもね、そんなごっつい蛇とか毒蛇じゃなくって、まあちっちゃい蛇なんですけど、それを飼ってるんですけど、まあその、餌をね、まあ買いに行こうかなと。もうついでに。まあそれぐらいの距離で行って、帰ってきたら、ちょうどええぐらいちゃうかな、みたいな感じなんで、今からね、ペットショップに蛇の餌をね、おう。事故ってるし、いきなり。蛇の餌をね。マジっすか。いきなり事故ってるやんかも。強烈やな。おまわりさん到着。おい、また行かれへんちゃうの、ちょっと勘弁してよ、行かしてよ、ちょっと。これあかんもん。ダメ。なんだこれ。迂回し、ちょっとあそこ待ってても動かないんで迂回します。ああそういえばね、話はちょっとそれちゃいましたけども、まあねペットでね蛇を飼うてるんですよ。かれこれねもう15年ぐらいになるんですよね。もう今16年目かな。結構長生きでね、僕もちょっとどれぐらい生きるかちょっとよう分からんのですけど、まあまあすくすくと育って、もう16年目に差し掛かってるっていうような感じで、はい。でまあその餌をね、今からちょっと買いに行くんですけども、まあまあヘビの餌なんでね、まああんまりその辺はちょっと何かっていうのはもう触れんようにしときますわ。やっぱりその辺でちょっとまあ、抵抗ある人もいてはると思うんで、そこはちょっと一応、まあ、蛇の餌ということで、まあ、その辺知りたい人は、ググってください。ね。はい。
僕もあの生もんあげるんですよ、抵抗あるんで、一応あの餌は冷凍もんです。はい、冷凍なんで、それを買いに行きます。まあ中華ね、まああの冷凍なんでね、あのぶっちゃけあのまとめ買いしとけばしとけばね、あのこんな毎回毎回買いに行かんでもいいんですけども、やっぱりあのそれをね、あの冷凍庫で置いとくっていうことがちょっとやっぱりあのうちの奥さんも抵抗があるみたいで、あの毎回買いに行けということで。もう一体今日ないんやねんって。もうもう今度も消防車かよ、おい。でこれ救急車ね、うん、なんか警察来て消防車出てきて救急車出てきてって感じで、Warp speed now. Warp 1, engage. まあでですね、一応僕があのまあ飼ってるそのヘビなんですけども。蛇の種類がね、コーンスネークっていうんですよね、うん、コーンスネークで、まあ多分生息地は多分アメリカとか南米にもいてるんかな、うん、多分その辺りだと思うんですけどね、毒はありません、うん、で一応、まあ、色もね、いろんな色があるんですけども、一応僕が飼ってるのは、あのアルビノなんで、色がね、ピンク色ピンク色っていうか白っぽいピンクですね、うん、まあ可愛いですよ、うん、まあまあね、ヘビなんで、まああの懐かないですけどね、もちろんね、うん、もう何回か噛まれたりもしてますけども、まあまあまあ噛まれたって言ってもまあ小さいんで、まああの針に刺された程度ですけども、まあでも深く刺さるんでね、まあ痛いのは痛いっす。はい、とりあえずね、今はね、月に1回、1匹あげる感じで、はい、それでなんか大丈夫みたいですね、うん、ただまあやっぱりもうその1ヶ月に1回やから、あげるちょっと前ぐらいになったら、まあかなり、まあ、お腹空いてるのかして、ちょっと凶暴化してきますけど、凶暴化してるみたいですよね。いや、てかこんな遠回りしてくるような羽目になるとは思えんかったよ。これめっちゃ遠回りやし、これもう勘弁してよね。見に来てね。